ところが多くなる見込みですなお朝まではお法使いがを中心に明かりやすくなりますどうぞ濃い霧による見通しの悪さに注意してくださいここまで札幌のスタジオからお伝えしました正午になります JOCG FM NHK 朝日川 FM 放送です